報徳学園が男子の兵庫県代表に決定いたしました。塚本さん、はい、まあ、簡単なスタッツがあるんですけど、これを見て、いかがでしょう今日の報徳の勝利は。まあ、田中ヘッドコーチも言われましたけど、オフェンスが重たくなってしまった、これは科学技術の方がやっぱり引き込んだと思えるんですよね、はい、それをやっぱりこう打ち破れなかったことが全国行った時にそれが負けにつながるんでね、うん、その改善というのをこれからしてもらいたいな。スリーポイント1本しか入らなかったですからね。そうなんですよね、うん、そのスリーポイントが入らないということは科学技術もそうで、はい、科学技術はなんとゼロなんです、ね、ゼロなんですよ、はい、打ってるアテンプト数もすごい少なかったと思うんですけど、ね、まあ、昨今のこの近代バスケットというのはスリーポイント絶対ですからね。そこら辺がなければやっぱり大きな選手がいるところに対抗するとききついと思いますね。よって報徳も東光学園に敗れたインターハイのリベンジをするためにはスリーポイント、まあ一試合で 5,6 本は掘り込んでくれないとね。そうですね、それが、そうするとスペースができるんで、デイビッド選手がもっと動けると思いますね、はい、そうですね、まあ、しかしこのデイビッド今日24点という切り札が、はい、いるということは彼の活用方法はだいぶ進化してますか。してますね。インターハイでイラ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 してたんですよ、ボールが来なかったりとか、それが全くなくなってスキルアップしてるんで、まあ、彼の可能性というのはまだ1年生ですが、すごく大きなものを感じましたね今日は。あとのガード陣の角度をつけた、はい、第3クォーターのパス、はい、センターのエントリーも良かったですね。クさん言われたやっぱり庭君とかね、ツーガード、はいはい、宇都宮君とか中島君とか投与したところは田中ヘッドコーチ非常に良かったんじゃないですかね、はい、パスの周りを、ま、流れを良くしたんで。オレンジの科学技術工業の戦いはいかがでしたか。まあ、よくやったと思うんですよ。自分たちのゲームプランはよくやった。あとはオフェンスのところまでのタレントですよね。そこら辺がやっぱり、うまいこといかなかったかなって。坪井君がね、はい、うまいことやってたんですけど、うん、6点差ぐらいまでがねマックスでしたよ ね、 スリーポイントゼロの試合っていうのは、うん、科学技術高校としては本当に不本意だったでしょうね。不本意だったと思いますね、うん、ただ塚本さんも兵庫県の高校でプレーをされていました、はい、これだけの大型チームが整ったのは、うん、そうですよね、兵庫県の高校バスケットボールでもないでしょう。今までなかったんじゃないですかね、はい、ということはもう全国で戦えるだけの、はい、もうものはタレントは揃ったはずなんですね、はい、ここから報徳が言ってますけど、はい、どこまでいけるかというのが一番重要じゃないですかね、はい、スリーポイントアテンプトを増やすこと、はい、あとどうでしょう。あとはやっぱりはい、もうちょっとディフェンスをタイトにタフにできないとベスト8の壁を打ち破れないと思うんですよね。ベスト8に何歳入ってもらいたいですね。やはりディフェンスっていうのがバスケットボールにおいてはね、バスケットボールはすごく重要だと思いますね。計算できますよね、はい、さあそして女子にも触れていただきたいんですが、塚本さんもご覧になってました。1リッター長崎が取りました、はい、もう本当激しいゲームの中でお互いのディフェンスを試合の中でターンオーバーしたんですけども、最終的なところのやっぱりインサイド側のステップワークとか、それから1リッター長崎非常にうまかったですよね、はい、最終的なところでアウトサイドじゃなくてインサイドを取ったとか勝因じゃないですかね。あのシールのね、うまさ、足の使い方うまいですよね。うまかったですね。ドロップステップしてから右のフックとかね、はい、非常にいいものを見せてもらいましたね、はい、背が低いなりに、うん、何かをこう活用しようというね、しようというね、はい、それまたうまいことジャストに入れてたんでね、ガード陣のそのインサイド側に入れるところもうまかったですね、はい、龍谷さん もよく奮闘しました。もう本当に流されようなところオールコートプレスとかそんなんでターンは言わせてましたからね、すごくいいバスケットを展開をしたんじゃないですかね龍谷もね、はい、特に男子は全国レベルに迫りつつある、今もこう表彰に出てきた面々が、ね、大きいですかね、でっかいですよね、はい、ぜひ全国に行って活躍してもらいたいと思います。さてここで、お知らせです。一般財団法人兵庫県バスケットボール協会の機関紙兵庫老朽最新号でも告知されていますが、2020年の東京オリンピックパラリンピックの翌年2021年5月14日から30日まで関西広域連合内でワールドマスターズゲームズ2021関西が開催されます。バスケットボールと車椅子バスケットボールは神戸市で行われます。神戸です。おおむね30歳以上の一般の人が参加できる世界最大の国際総合スポーツ大会となっておりますので、塚本さんもまあ住居は中心は東京なんですけど、帰ってきて出張りますか。2人でも60超えますよ21年なんでね。私もね、ね、はい、まだクさんだったらできるかもしれないけど、いやいやできません、できません。もう驚異的なふくらはぎ持ってますからねクさんはそれ言わんでいいですけど、僕は喋るだけやから、喋るだけやったらマスターで行きますよ。でも はい、お年を召した方でもね、はい、やれるということね、生きがい創造でね、はい、頑張っていただきたいと思います。詳しくは兵庫県協会のサイトをご覧いただきたいと思います、ぜひウィンターカップへ行って報徳学園一山の皆さん健闘をお祈りしております。放送席の解説はバスケットボールコメンテーター、育英高校の OB でもありました塚本清彦さんでした。どうもありがとうございました。